皆さんどうもこんにちは、ワンディアンのゆうぽんです。はい、今回はゆうぽんね、ずっと欲しかったんです。あれが、そちらがこちらでーす。箱が欲しかったんです。中を開けてみてみました。箱が欲しくて箱を頼みました。箱の中を見てみました。なんと欲しいものが入っていました。こちらです。ラインです。でね、まぁ、あ、ちょっとまぁ、あ、話戻るね。別に段ボール欲しくない。まず段ボールは別にいらないです。ラインのブラウンの恐竜のぬいぐるみが欲しくて、なんか、ラインのショップのところで注文できたから、そこで注文しました。欲しかったので。で、それが届きました。でね、本当はぬいぐるみだけ買う予定だったんですけど、なんか、よく見てみたらね、結構欲しいものがいっぱいありまして、ぬいぐるみの他にも、ちょっと紹介したいものがあったので、今日は紹介します。じゃあまず、一つ目ね、これ一番上。これ、iPhone ケースね、ちょっと、剥げてきて、変えようかなと思って。あと可愛かったから。ブラウンの恐竜の iPhone ケースです。じゃあちょっと開けます。てか、後ろ可愛いね、ほら。4コマ漫画みたいな。やばい、なんか初なんだけど、LINE のこういうの買うの。やばい、トゥルトゥルしてるよ。手触りがいい。TikTok は撮りづらそうで、あ、TikTok 撮りやすいかも。こうやって。じゃあちょっと早速変えてみましょうか。じゃあここにはめて。でさ、壊れにくそうだね、落としても。なんか iPhone ちっちゃくなった？え、これ。待って。え、待って。ねえ、マナーモード。どうすんのこれ、マナーモード。めっちゃ奥なんだけど。小指で頑張ればいける。で、音量はね、なんか、そう、音量はちょっとこんな感じ。なんか、中になんか、厚くできてるから、楽勝に押せる。あとね、よくね、スマホ見失うから、もう大きくていいよ。で、次に、なんかね、ちょっと間違えちゃった。ちゃんと読めばよかったなと思った。これ、ノート買ったんだけど、学校でよく使うノートのサイズが欲しくて、それかなと思ったんですけど、A4。説明読んでなくて、そのままパパパパって買っちゃった。それでこの大きさでした。でもさ、可愛くない？結構ね、このメモ帳を使うからいいかなと思って。すごい。じゃあそれぞれ、あ、こっちもね、ポニーがいる。ここにポニーと懐かしい。口可愛い。口うんってなってる。ゆうぽんのこれうんって口大好き。キャラクターの、あとさ、色合いが可愛いわよね。なんといっても色合いが。次がね、お目当てのものです。これを目当てに買いました。それでついでに増えちゃったと。そちらがこちらでーす。やっと家に来ました。ゆうぽんこの子ずっと欲しくて、このブラウンの恐竜欲しくて、やっと買いました。意外とでかいね。このぐらいかなって想像してた。結構でかかった。さすがライン、ちゃんとこうやって固定されてる。めっちゃふわふわ。かわいい。ゆうぽんブラウン大好き。見て後ろ姿、赤ちゃんみたい。ほらほら、もう誰もブラウンだとは思わない。トントンって言ったらブラウンかぶり物かぶってるっていう。ほら、ちゃんとこれ、え、これ脱げるんだっけ。そう、やっぱ脱げた。ブラウン、ここで終わりです。ほら、ここで終わり。まあ、でも顔出しときたい人は顔出しても OK ですね。かわいい。かわいい。ほら、これ置いときたい。もうこれだけでもインスタ映えだよね。ここら辺に置いときたいよね。綺麗にして。なんか最近さ、最近シンプルな感じが好き。ということで今回の紹介はこれで以上です。まあでもね、この動画を見てこれが欲しくなったとこもね、中にもいると思うし、ゆうぽん実際そうだった。なんかインスタグラムのお勉強っていうやつ見てて、なんか机に置いてて、ああ可愛いなと思って欲しくなった。それね、また置いた時に机紹介できたらします。次はもうめっちゃ女の子らしく行くので。女だから。体は女の子。心は男の子だけど、体は女の子。でも恋心は女の子。片付けめんどくせえから、なんか崩れそうな、ま、ぱーい。お洋服、ぱーい。で、この子たち思ってなくなるからやめとこう。とにか
くめんどくさがりだね。え、逆にみんなお料理とかする？なんか家のお手伝いとか部屋の片付けとかちゃんとする？あとは学校カバンに、あ、そうだそうだ、最近あったことだけど、今日綺麗にしたね、もう学校で。一昨日ぐらいに色鉛筆全部出ちゃってたの、カバンの中に。わーって。でも片付けるのめんどくさかったら、その2日間とこっちゃった。だから色鉛筆さ、開いちゃうのよ、蓋が開いちゃうのよ。それでさ、なんか、あ、やべえ、漏れてると思って、全部色鉛筆カバンの中わーってなってて、でも片付けるのめんどくさかったからさ、なんか、いや、後でやっとこうと思ったら、まあ、2日3日ぐらい経ってた。なったまんまだったから、でも今日、綺麗にした。あと、片付けだね。なんか、紹介したものとかさ、なんか、片付けるのめんどくさいから、パイ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 ですって。綺麗にすることですね。あの、ユーポンは、朝昼片付けろって言われても、正直やりたくない。で、夜中片付けろって言われたら、結構やる。で、片付けろって言われたらやりたくないけど、自分から進めてやる時がある。気分で。その時は半端ない。服とかさ、ここポン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 置いてるじゃん。夜中なんかいつの間にか、せっ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 て、たたれたんその感じで。だって、テスト勉強だってそうだよ。日中とか朝とかは絶対やりたくないけど、夕方になるにつれてテスト勉やりたくなる。なんだろうね。なんかほら、ゆるにさ、このスイッチ入る人っているじゃん。謎に。ユーポンそう。朝昼はとにかく、寝てた。夜はなんか動きたい。はい、ていうことでちょっとお話長くなっちゃいましたが、ね、今回のメインはこの子ですよ。これね、ぜひね、あの、LINE のところで、LINE のアプリからでもこれ買えるので、ぜひ購入してみてください。はい、ということでよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter、Instagram、LINELOVE、TikTok の方も、フォローよろぽんです。では、おつぽん！